はいどうも、エルザです。それではポケモンソードシールド冠雪原やっていきたいと思います。さて今回はね、ソニアの依頼をやっていこうかなと。手がかりの報告、まあ大体こんな感じで全部 90%、 いや草原だけしないな。ということで手がかりを探すのに歩き回って、集めないといけないんで、ちょっとね、パパッと集めていきたいなと思います。で、どんな感じの手がかりなのっていうことなんだけど、足跡がね、超見えづらい足跡があるので、それを探すと。しかもね、これ場所によって出てきやすさが変わるからね。さあこれ草原、緑色だね。これを1回 2% 上がるんで、ちょっとずつちょっとずつ追いかけながらと。で一色見つけるとまとまってこう線を引いてあるんで、で草原がねめちゃくちゃ端っこ歩くのよ。なんで下手したらこういうところにもあるしないしという感じなんで、この調子でちょっと探していきたいなと思います。いやこれは大変よ。さあ報告報告。さあ岩窟も草原も全部揃ったよ。ポケモン探しマシーンに入れてと。生体エネルギー検索、該当ポケモン生息地判明。凍てつきの海にいるよ。岩窟ポケモン湖畔の洞窟、巨人の寝床。グッドラックね。よし、じゃあ行くか。まず巨人の寝床方面から行こっかね。ん？普通に出てきたね。あ、やっぱ三軒これか。三軒っていうかこっちじゃなかったのか。三軒は剣でも剣の方だね。よし、おお、捕まえに行こう。へえ、普通に出てきたね。ビリジオン。それといってボールもないし、モンスターボールにしとこう。好きなね。さあビリジオン一発ゲット草格闘ね。さあこれを登っていくと、あ、いた。おお、いい感じだね。じゃあセーブしておいて、さあコバルオン。さあコバルオンゲットだね。さあ鉄心ポケモン、
テラキオン、ビリジオンとともに一種地方のポケモンを守り人と戦った伝説があると。さあ2匹目ゲットと。じゃあ次3匹目だね。ちょっとソニアのところ確認にも行こうかな。お、いた。普通にいたね。んじゃあこいつもゲットしに行きますか。の前にセーブね。意外と近かったな。さあテラキオン、よし、テラキオンゲット。いやー、なかなか捕まらなかったね。さあ、岩窟ポケモンと。桁外れのパワーの持ち主、小さなポケモンをいじめる相手をとことん叩きのめすと。さあ、無事3匹ゲットしたんで、ソニアのところ行こうか。ほう。あ、ごめん、次興奮しちゃってと。ほうほう。まあ、一匹ずつの報告になるんだね。さあ、最後の一匹。草原ポケモンのビリジオンと。おばあさまなんだ。えらくテンション高かったね。仮説がすべて立証されたよ。本当にありがとう。チャンピオンじゃん。いや、ホップくんいるからね。はるかまたしコバルオン、テラキオン、ビリジオンは仲間を守るため悪い人間たちと争ったと言われていると。それ以来人間を避けるように暮らしてたんだって。でもエルザのポケモンになったってことは私たち人間にまた弱み寄ろうとしてくれてるのかもと。論文か。あ、もう帰るんだ。ヌヌワン可愛いね。お前は相変わらず。でも3匹か。まあまあ全然いいんだけど、ちょっとね、いろいろ探索してる時に気になるところがあって、まあね、この3匹いるんだったらっていうのが僕の中であってね。ちょっとこの3匹を連れてある場所に行ってみたいなと思います。さあ、そのとあるところに着いたんだけど、何が気になるのってことなんだけど、この裏にね、なぜか鍋があるのよ。で、今霧も張ってて、まあ時期的なもんなんだろうけど、ちょっと気になっててね、一回セーブして、まあ持ってる状態でちょっと試してみようかなと。見たことない手がかり、ああるね、右下ね。そしたら、キャンプしてみよっか。で、料理があるんで、
足跡的にもあれなんだよね。こいつらコバルトとか三剣のやつらなんだよね。で、鍋があったんで料理を始めてみようかな。ま、特に意味はないんだけど。やってみようか。まあね、わざとらしく鍋があったらね。なかなか大変よ。あ、来始めたね。さあ、いい感じに混ぜて。カレーいいよね。さあ、完成。苦口豆たくさんカレー。苦口か。さあ、どうなるかな。いたー、ケルディオン。セーブする。マジか、ケルディオン出るのか今回。さあ、ケルディオン。で、フェアリー状態だから、状態異常は効かないってことだね。よし、ケレリをゲット。いや、状態異常できないのきついわ。まあまあ、でも無事ゲットだね。これにより、まあステータス的にはそこまでって感じだけど、せっかちね。ただと確定で言うと、この部分かは捕まえれると。まあ、例えばレジエレキが変わったりとか、バドレックスのジンバ一体のキャラが変わるとか、そういうところなんだろうね。いやー、これはすごい。あ、ちょっと待って、なんか光ってたよね。気のせいか。いやー、このカレーのやつはちょっとびっくりしたわ。ちょっとね、ポケモン何がいるかなーみたいな感じで探し回ってて、で、ミニ竜らしきものがいて、あ、ここら辺釣れるんだーと思ってたら、あれ発見したんで、で、ちょうど散見してる時に探してて、気になる足跡もあったんで、まあ、それで、感づいたって感じなんだけど、なかなかそのあたりは難しそうだね、こう感づくっていうのはね。で、最後、
新しく、そうだね、伝説全シリーズやって、まあ、コバルトとかそこら辺いらないんだけど、あ、いたいたいた、渡すとってとこだよね。なんか落としてないっていう。マックスダイソワナじゃねえか。うわー。うん？どうされました？奥にポケモンかわからない生き物がわんさか現れたんだ。あー。ってことは、一瞬開いたウルトラホールか。あー、じゃあこれでウルトラホールのポケモンが出てくると。伝説空を追うウルトラなアナ伝説まあウルトラホールだね。で捕まえるためにマックス鉱石をガンガン集めていくという感じか。でウルトラボールと交換ね。よう考えたもんだな。はい、ということで、そうですね、今回でポケモンソードシールドについては終わりとなります。まあ冠の出現出て全部 DLC が終わったところなので、まあ、ここからはやり込みというところかな。まあなんかね、新しく忍耐とかで出れば続編しようかなと思うけど、一応今回で終了にしようかなと思います。まあまた次回やるときはこのまま続編していきますね。それはそれで楽しみにしておいてください。ということで、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんちゃん、またねー。